今日もグリッド X スープを使ってます。ガチョウです。これ僕のランニングスペックです。52歳ですが、52歳になってもこの記録更新できるようにまだまだガチ出していきます。今回は時計のレビューいきます。ポラールから2024年の4月に新しく登場したこれグリッド X2 Pro、 これをレビューします。ポラールの時計は過去にも僕使っていて、ペーサー、バンテージ V3 レビューしましたね。それから初代のグリッド X で、この、初代が新しくグリッド X2 Pro として登場したんですね。だからこの初代と新しいモデルをこう比較してみようというふうに思います。実際に使ってみるんだけど、その前にこのグリッド X2 Pro の特徴を簡単にアンチョコ見ながらお話しすると、ですね、まず有機 EL タッチスクリーンになりました。めちゃくちゃ明るい。それからこの盤面自体が 15% 大きくなりました。でサファイアグラスを使ってる、丈夫です。ミルスペックの基準もクリアしてますね。アウトドアで使う時計だからその辺は気になるところ。それから CPU のスピード、頭の良さですね。タッチしたりとかボタンを押した時の反応、これが前のモデルよりも 129% 上がりました。充電がタイプ C に切り替わり、それからバッテリーね、バッテリーはやっぱり肝ですね。こういうトレランで使うような時計に関しては心拍計を動かしてリアルバンド GPS、 非常に精度が高い設定で43時間動きます。でパワーを抑えたとするならば、140時間までいけると。ポラールといえば心拍計、ポラールはね、ポラールエリクシールっていうセンサー、高機能センサーを搭載させてます。それを使ったことでさらに、精度は上がってる。まあ心拍計がいいってことは走ってる時もそうですけど、それ以外の身体情報、それもかなり正確にキャッチしてくれる。心拍計が全てのベースになっているので、ゆえにね、そこ大事なんですよね。そこをさらに改善した。ポラール史上最高精度の腕心拍センサーという謳い文句ですね。それから血中酸素レベル、SPO2 も測定できる。夜寝てるときに皮膚温度、そこも測ってくれる。それからちょっとさっき触れましたけど、デュアルバンド GPS なんで位置情報が正確。それからなんて言ったって、まあ、これ絶対必要なんだけど、オフラインマップ搭載です。ルートガイダンスもしてくれるのと、あとは、ブラッドクラムトレイルって言って、進んできた道、地図上にね赤い線で表示してくれるのと、それから進むべき道を青い線で表示してくれる、そんな機能も持ってる。それと新しい機能、昇降速度と平均途半速度、バムって呼んでますけど、これを計測してくれるんですよ。何かっていうと 3D スピード、水平方向の速度と垂直方向の速度、この、実績からリアルなね数値をこの盤面に出してくれる。どれだけの、スピードで今登ってるかっていうのがリアルタイムで分かります。より精度が高い数値でっていうのがこのグリッド X2 Pro の中に、詰め込まれた性能なんですね。実際これを使っていろいろとフィールドテストをしていきます。それではガチオのランチャンネル。2つの時計を比べてみます。
見やすいな。恒例の峠ソワタクいきます。ストラマのセグメント始まるよっていうふうに教えてくれてます。気合入るよね。来た道を戻ってる。この赤い道を辿ってる感じですね。今日もグリッド X スープを使ってます。なんと冬山宝永山標高 2500m まで来ました。ちゃんと動いてる。今心拍149。カウントダウンから大きな声で選手の背中を押してもらいたいと思います。3、2、1スタート。グリッド X プロをいろいろと使ってみました。最後まとめ、まずは心拍計、ポラールのエリクシールが搭載されているということで、非常にやっぱ心拍計の精度は上がっていることが分かりました。エラーが少ないのと、あとこの表はね、里山を走り続けた時、止まって動いてっていう、そういうような使い方ではなくて、走り続けたんですよ。だから心拍計は滑らかなのが正解なんだけど、まあ新しいモデルの方はその数値そのままになってる。ただ、前モデルに関しては多少デコボコしているのが分かるので、そこはやっぱり精度アップの効果かなというふうに思いました。あとはまあなんでだって有機EL になったから明るいですね。で、場面が大きくなったこともあって見やすい。それは地図もそうですね。てか地図が一番分かりやすかったかもしれない。道、自分が進んでる道、来た道で、今回このモデルに関しては来た道が赤で進むべき道が青なんで、その色の設定もあるとは思うんだけど、まあ、それを置いといたとしても、自分が今どこを走ってるのかっていうのがパッと一目でわかる。それはやっぱり有機 EL と場面が大きくなった効果だというふうに思います。それからタッチの精度、それからボタンの反応っていうのは 129% 上がったっていうけど、もっと上がった感じはする。ちょっとね、重い感じが前モデルはあったんだけど、このモデルはサクサクいきます。見たい場面をこうすぐに出せる、瞬間的にね。それはやっぱりね、こう動きながらの時って非常に求めていること、もさっとしてるとちょっとストレスになるから、そこはありがたかったですね。それからバム、平均トーン速度ですね。これは面白いです。登る時の戦闘力みたいなものが見える化された。今どのくらい自分がパワーを出しているのか、出力しているのかっていうのがリアルね、数字に出てくるんですよね。
一生懸命上がれば数値は上がる落とせば下がるって、それがね本当に、リアルタイムに表示されます。だから長いレースとか走ってる時ってやっぱ限られた体力を、まあ、うまい具合にマネージメントしたい、言うと温存したいっていう感じかな。だからあんまり出したくないんですよね。数値が上がらないように僕はコントロールしたのと、あとまあトレーニングの時は逆でどれだけ上げられるか、上がったものを、まあ、ある程度の時間キープできるかっていうところを見るときに非常にバムは参考になる。これから新しい指標として取り入れられてくるんじゃないかなというふうに感じました。それからね、ロングトレイルレースですね。広島湾岸トレイル109キロでこれをつけて走ってみました。どのくらいのバッテリー持つのかなと、説明書上は43時間使えるんですけど、実際使ってみるとまあ、その辺の時間って結構差が出てくることが多いんですよ。だからフォラールのグリッド X2 の性能をその確認するには絶好の機会だというところで、で、僕は走り出して最後フィニッシュするまで22時間36分かかってるんですね。でフィニッシュした時に時計の残量どのくらいかというのに見たら 43% 残ってました。なので、まあ、ちょっと推測ですけど、説明書上43時間使えるっていうことは、合ってると思います。だから、もっと長いレース。僕は今回100キロのレースでしたけど、100マイルでもいける。どんどん技術進化している時計です。すごく嬉しいことです。自分の挑戦するレースとか、冒険とか、まあ、そんな時に、今までは見えてこなかった情報、それは走りの中で出てくる、車でいうメーターのスピードだとか距離だとか、そういう表面的なデータはもちろんなんだけど、それがより加工されて分析されて目にすることができるから、そのデータに基づいて自分の走りをうまい具合にこう合わせていくことで、よりね、自分が目指している目標なりタイムに届きやすくなっている。要は戦略が立てやすくなってるんですよね。限られた体力、それをどうマネージメントして、その目標にタッチするか、そのための面白さがより増してるような気がしています。そのためにもやっぱりこういう最新の武器を使うことはありなのかなというふうに思いますね。まあ本当スマートフォンじゃないけど、年々何かしらがこう上乗せされて機能が、でそれもともとあった機能に関してもより見やすく加工されて目にするようになってきているので、まあ走る身からするととてもありがたいなというふうに感じています。はい、今回はね、このポラールのグリッド X2 Pro のレビューをしましたが、時計何にしようかなというふうに考えている方、一つの選択肢としてありだと思います。はい、ぜひ、この情報が少しでもお役に立てば嬉しいです。今回はグッズ紹介でした。こんな感じでね、ランニング系の情報をどんどんとアップしています。走る気持ちのスイッチオン、モチベーションアップを目指しておりますので、ぜひともチャンネル登録などよろしくお願いします。そしていつものお願いですけど、グッドボタンとコメントいただけるとすごく励みになります。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。僕は本当走るときはもちろんつけてるけど、それ以外のときにも装着でね、よく聞かれるのが寝るときどうしてますって僕はつけてます。このグリテックスプロ、ちなみにね、重さが何グラムだっけな、78グラム。で、この一つ上のチタンモデルは64グラムなんですけど、まあ、この78グラムをずっとつけて寝てても、僕は気にならない。まあ、慣れちゃったっていうのもあるんですけど、で、僕はね、もう、この中のアラーム機能、
なくしては朝早く起きることができない音とあとバイブでね、朝だよって起こしてくれるので重宝してます。それから、まあ、新しい機能で言うとね、あれです、皮膚温度、それを測ってくれるのも実はありがたくて、通常体調が、まあ、いわゆるいつも通りだとすると、こう皮膚温度ってね、大体そうだな 0.5 度とか、それからまあ低くても、マイナス 0.2 度とか、まあ、その辺ってあの許容値なんだけど、この前すごい疲れてる時あのプラス3度ぐらいになったんだよね。であれって、なんか確かに体がだるい、初期症状があのこの時計が教えてくれたんだけど、それで体温計で熱測ったらちょっと微熱 36.3 度ぐらいなんだけど、熱測ったら 37.3 度、ちょっとなんか違和感がある、多分疲れてたと思うんですよね。なので、それをした後は少し、まあもちろん走らないし、睡眠とってご飯をちょっといつもよりも気使って栄養価高いものを食べたりとかして、すぐ治ったんですけど、まあ、そういう予兆もね、あの教えてくれるっていうことにも使えるし、まあ、あともう一つ言うと SPO2 で血中の酸素濃度、そこも見ることで自分がどれだけ回復してるのかっていうことを確認するときにも使えるし、まあ、そんなようないわゆる普段の生活でも数値データとしては使えています。まあ、どんどんそういう意味ではランニングっていうシーンにとどまらず、まあ本当ヘルスケアの時計になってきてるだろうし、もうなんかスマホよりも手放せないようなずっとつけっぱなしになっているような、そんな存在になってます今時計は。